これからですね、京都に、カメラを切り替えたいと思いますが、京都記念なんです、京都記念は何といっても注目はロイヤルタッチなんですが、さあ米満さんに30秒ありますのでまとめていただきますと、そうですね、はい、まあ、ロイヤルタッチが頑張ってほしいんですけれどもね、まあ、今回は優等生も互角に戦えるんじゃないかと、先ほど佐藤さんおっしゃったファンドリブリアの逃げ、はい、あるいはその伊吹玉矢倉の切れ味、はい、この4頭上位に取りたいですね。なるほどね、はい、展開としてはロイヤルタッチはまあ4、5番手でしょうね。なるほどね、はい、後位直線に勝負というこのロイヤルタッチのレースぶり注目です。さあそれでは京都競馬場から京都記念です。90回目を迎えました京都記念、伝統のレースであります11頭。しかし注目は何といってもこの1番のロイヤルタッチ、圧倒的な人気でありますが春の天皇賞へ向かって始動です。さあこの11頭大坪さんの本命はもちろん1番のロイヤルタッチなんですが、まとめてどういうことになりますか。はい、キサラン賞以来勝ち鞍がないんですよね、うん、今まで戦ってきたメンバーがいかにしてもね、はい、超 一流馬ばかし、はいはい、その中でのやはり上位入選を果たしてますから、今日のメンバーと比べたらやはりこれは一番人気の支持は当然だと思います。そうですね、要は勝つか負けるかということですよね。当面の相手は優等生、うん、これはもう出来の良さ。なるほど、ただ問題は、上って下ってと、あと一波乱をどう我慢するか、うん、常識のかかる点では優等生が一番常識かかりますよね、はい、それから伊吹玉矢倉、うん、これはやはり京都のこの馬場非常に向いているというか、うん、下りを利用して一気に加速してきますね、はい、今日あたり 2,3 番手から早めの出しがかかるんじゃないですか。なるほどね、はい、ですからこの三つどもえと見ていいと思うんですがね、うん、なるほどね、はい、分かります。あとはまあ、はい、未来騎士の丸川大輔がどこまで巻き返すかといった、うん、そうですよね。さあ石巻さん、各馬とも順調ですね、うん、ロイヤルタッチ岡部騎手が大丈夫大丈夫と言いながらこう、はい、ロイヤルタッチをこうなだめるようにしながらすでにゲートに収まりましたね。 あと1頭になりました。はい、ということで11頭が早くもゲートインを終わろうというところ、さあ影を踏むようになってスタートが切られます。11頭揃って飛び出した一番外シーズグレイスか、それともファンドリムチを振るっていきます。ロイヤルタッチ白い帽子は内の方でスーッと収まろうというところ、さあ外が行くのか内が行くのか、ファンドリリブリアの方が行くようであります。そして11番のシーズグレイスがつけました。あとギガトン、それから白い帽子がスーッとまた内からちょっと差を詰めて前の方へ上がりました。ロイヤルタッチであります。伊吹タモンヤムラ、そしてザッポリア、この辺りも先行集団に加わりました。11頭がほとんど一段で第1コーナー右にカーブを取りました。9番の数字が鮮やかに浮かび上がりましたが伊吹タモンヤムラです。1頭遅れているのは谷のオンパレード、あと10頭は一段で早くも第2コーナー、大方の予想通りワンドリリブリア先頭、そして2番手には11番のシーズグレイス、その後ろ1番がロイヤルタッチと岡部であります。その外へ9番の伊吹タモンヤムラ、それから6番がギガトンであります。その後ろでありますが5番の優等生、これも人気を集めています。それから10番のザフォーリア、そして8番のサンデーフラッシュが続きました。それからおっと3番でありますがスキーワールド、そして丸川大輔が続いています。あと1頭大きく置かれて4番の谷のオンパレード、さあ1番ロイヤルタッチはどこにいるのか、早くも第3コーナーに向かいます。さあ白い帽子はここにいた3番手であります。内を通って1番のロイヤルタッチ、これが3番手、これが注目の馬、外から9番の伊吹タモンヤム、そしてギガトンが行った、早くも第3コーナーの下りにかかります。さあロイヤルタッチは足を溜めているのかどうか、1番のロイヤルタッチ足を溜めているのかどうか、優等生ザフォーリアといったところが差を詰めてきています。伊吹タモンヤグラの方は早くも先頭に出ようというところ、白い帽子ロイヤルタッチが行ったじりじりじりっと1番のロイヤルタッチが前の4頭にさあ差を詰めてまいりました。シーズグレイスか伊吹タモンヤグラか、そしてギガトンか、白い帽子は1番内へ入った、ロイヤルタッチ1番内へ入った、突き抜けてくるのか、さあロイヤルタッチ一気に先頭か、ロイヤルタッチ優等生、大外から2頭来ている、大外から2頭ものすごい足で差を詰めてきている。さあこれは何だ、大外から伊吹タモンヤグラ、丸川グレイスはザッポーリア、そして丸川ダイシス、優等生がこの辺りで真ん中を割って先頭、優等生先頭、ロイヤルタッチピンチか、ムチが飛んでいる、ロイヤルタッチはわずかに2着か、優等生だ、優等生1着、ロイヤルタッチは2着、そして丸川ダイシスと続きました、優等生、馬場の真ん中を割って優等生です、そしてロイヤルタッチです、大外から来ていた2頭。マルカ大出、この辺り一瞬あっというところを見せるかと思われましたが、結局ゴール前5番の優等生、そしてロイヤルタッチもなんとか2着を守りました。勝ち時計2分14秒6、勝ち時計は2分14秒6です。
まだ着順計2番には上がりませんが、5番の優等生シーヒロフミ騎手、堂々と馬場の真ん中を割りました。大坪さん、外から来ていた2頭が一瞬マルカダイスとザフォーリア、これがいい伸び足でね、はい、抜けるかなっていうようなところも一瞬ありましたね。ありました。ちょうどあの辺は馬場が一番いいですからね、よくあそこを通ってね、差し切るパターンが多いですからね。多いですもんね、はい、しかしこれからこの優等生とロイヤルタッチはまあさすがというかね、そうですね、もう一回伸びてきましたもんね、優等生はよくこの距離を飼育者は乗りこなしましたね。乗りこなしましたね。むしろロイヤルタッチの後ろにつけたんですから、ね、うん、そして差し切ったんですから、そうそう、これはもう体調の良さ以上にご立派という方がないですね、うん、そうですね、優等生そしてロイヤルタッチ、これ初重賞制覇ですね。制覇ですよね。先輩は重賞初挑戦でしたからね。まあなかなかあのね、馬場のいいところを通ったんですが、まあ京都の荒れた馬場でうちがちょっとねロイヤルタッチにしては苦しいかなと思ったんですが、まあしかし優等生が見事な勝ちっぷり、なんとか2着にロイヤルタッチ、しかしロイヤルタッチには勝ってほしかった。そうです ね、 ね、もう、ね、これ使って次にかもしれませんね。はい、